それではビンディングペダルの安全な使い方をご案内いたします。まず普段通り自転車にまたがります。そして少し外側に足をつきましょう。右足をペダルに添えます。前後のブレーキレバーを握りながら右足を踏み込みます。この姿勢が基本的な待機姿勢となります。漕ぎ出すと同時にお尻をサドルに乗せ、ペダルを踏み込みながら固定します。反対側から見てみましょう。止まるときは減速してペダルから左足を外してから停車します。